萌ちゃんとはその後どう？ LINE をブロックしました。充電と競馬と猫で忙しいな、ちょっと猫はいいだろ、情報量多いわ。あんたそこでパチンってウィンクしなくていいよ。俺たちマジでかっこいいイケメン、あ、ラップします。早速もう結果発表と参りたいと思います。お、早速アズさん、この中で一番キュンとしたのは誰ですか？シマユさん。割と色白で可愛くもなって、あ、髪型はそのままなんだね、ショートパッドでね、そのやっぱいいとこ生かさないと。ミリが取れるの。これ芝居が最初から打った時マジ分かんなさすぎて分かんなかったんだ。俺はマジでも分かんなかった。これ分からずに、ほら芝居が打ってたら分かんなかった。意外すぎて分からなすぎる。おお、でもそれっぽい。イエーイ、最初カモンジョーレッツ。いやいやいや、うーん。テンションじゃねんな。めっちゃモテるいるわ。こうなっちゃうのよ。笑っちゃってるね。あっち、あいつなんだ。あいつ全然笑わねえ。どう、全然笑わねえ。追い出すね。ずっと上手すごい合わないね。ずっと音方が偶然合う、ここに偶然合う。それではお願いします。いきます。はい。どうなんだろう、かっこいいのかなこれ。俺にはわかんない。え、どう、かっこいい。どう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 、なんかまぶしそう。なんでね。絶望、人生絶望、人生絶望じゃん。いつ使うんですかこれは。ふざけた野郎だ、てめえの金出せ。見にくいリサイクル、これでもくらえ。ハンサムウィンク。なんだと、なんだと、俺様、俺様、いつも全力で勝って、あれか。ペチコ。はい、それではこちらがうちのペチコです。目を開けてください。おお、どうでしょうか。え、ね、ごちゃごちゃしてないんだけど。おったな、こんなキャラ。おお、いるいる。なんだっけこいつ。エントリーナンバー4番哲也、ウィンクしながらダミ声になりながら自撮りをします。うーん、こんな感じかな。左でもいいかな。あ、すごい、両方ウィンクできるんだ。なんかめちゃくちゃ気持ち悪いんだけど。えー、キモ。一応素材取って、俺目線の素材いらないだろ。一応取って。どうすんの。LINE でムカついた時返信で送ろう。アイキャッチにもなりそう。ディレ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 。お願いします。2回目いきます。はっ。927くんに、うん、柴井さん、じゃあ毎回文字を遊びする。くんにな。はい、次いきましょう。今回のテーマは一皮むけた哲也、髪色だけでなく髪型でもオリジナリティを追求し、でもちゃんとお金払って買ってシリアルナンバー1180なんですよ。うん、でこれをミステちゃんに見せると、こうやってウィンクしてくれるんですよ。へぇー、こうやってもう一回見せるとこうやってウィンクしてくれるんですよ。でもいいです、あだ名でもいいです、いいですよ、今勝手につけても。次は奥の方の
左目だけ爪の髪の毛こうやってきて、おえぐい、今ちょっとそれはえぐい、今この片目と目が合っちゃったらバチコン来ちゃったのよ。まずいことになった。僕めっちゃその毛面白そうと思うんだけど、僕ウインクできないのよ。これはできない、片目の潰れない、これができないの。そう、できないの。そうやってみて嘘、絶対嘘、嘘つけない。嘘です。可愛いって言われない。じゃあ本当にこれ、しかもこっち側で、こっち側しかできない、逆ができない。いや本当ウイスタイン可愛いよ。可愛い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 から、あー可愛い。最近増えてるな。ちなみにマジで普通に痛かった、これ金属すぎ。いや当たり前や、金属と石。歩きスマホ危ない、このタイミング。もしかしてわざと。さすがにな。なんすんの。なんで分かったんだよ。できてないウィンク、ウィンクできてないよ。案外あなたの近くにもたくさんの星座が眠っているかもしれませんね。で俺らバーって走ってきたんですね。そう、先に並んでて、さっき虫眼鏡がね歩いてきたんですけど、はい、よろしく、じゃあね。